ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。この動画は橋桁が落下したことによって一般人と作業員23人が死傷した事故、広島新交通システム橋桁落下事故について解説するぜ。どんな事故だったの？橋桁落下ってなんか凄そうね。同時にこの事故の教訓についても伝えていくぜ。よろしくお願いするわ。そもそも橋桁って何のこと？そうだな。橋桁の説明する前に橋そのものについて簡単に説明するぜ。橋の起源について、はっきりしたことは今でも分かっていないんだ。偶然に谷間部分をまたいだ倒木や石だったのではないかという推測されている。なるほど、なんかの拍子に倒れた木のおかげで向こう側に渡れるようになった。っていうのはありそうな話だわ。ちなみに、橋の由来は、道の橋にかけるとこから来たと言われているぜ。橋と橋をかけているわけね。橋は大きく分けて上部構造と下部構造の二つに部類されるぜ。下部構造は上部構造を支えて荷重を地盤に伝達する橋台と橋脚、これらを支える基礎を指すぜ。橋の両端に設置されるものを橋台と呼び、橋台の中間に設置されるものを橋脚と呼ぶんだ。今回重要なポイントである橋桁は、上部構造に分けられる部分で、橋の脚部である橋脚の上に架け渡して上部構造である橋板を支える部分を指しているんだぜ。なるほど、橋の足と足の間にかかる部分なのね。橋を支える下部構造はもちろん、人や車が実際に行き交う上部構造も大事なのね。では橋の仕組みを理解したところで、広島新交通システム橋桁落下事故について解説していくぜ。この事故の発生は1991年3月14日、午後2時5分頃で、場所は広島県広島市安佐南区で起きた。前日に仮設置していた長さ63メートル、幅 1.7 メートル、厚さ2メートル、重さ60トンの鋼鉄製で、橋桁を据え付ける作業中に橋桁が10メートル下の幹線道路に落下したんだ。長さ63メートルに重さ60トン？へえ。しかも日中だったこともあり、橋桁の下には車に乗った人たちも多くいたんだぜ。この橋桁は11台の車を押しつぶして、橋桁自体に乗って作業していた作業員は下に投げ出され、計14人が死亡、9人が重軽傷を負ったんだ。また、重傷者1名は後に事故による死亡と認定されたんだぜ。これは悲惨ね。直撃を受けた車は、橋桁の重みによって50センチくらいまで圧縮されてしまったものもあったらしいぜ。車がそんなに薄くなるのね。橋桁の重さを物語っているわ。車がぺちゃんこに潰れてガソリンが漏れ出したせいで、現場は炎に包まれて救助は難航したんだ。結局救急車19台と大型クレーン車4台、広島県警機動隊員約300人が動員されて救出作業に当たったんだぜ。被害者の方たちは何が起こったのかわからなかったでしょうね。事故後、広島県警察は業務上過失致死傷の容疑で、広島市役所と作業を請け負っていた橋梁メーカー、桜田、を家宅捜索。その結果作業に不備があったことが発覚したんだ。不備、作業ミスのようなもの？そうだぜ。この事故は、事故、というよりも、人災、と言っても過言ではないんだ。具体的にはどんな不備だったの？当日、橋脚上の仮受け台とジャッキと2交互に荷重を預けながら、主桁を下ろす作業をしていたんだ。ところがこの作業中、突然橋桁が半回転しながら下の県道に落下したんだ。その結果15人の命が失われたのね。まずは作業ミスについて解説するぜ。この工事で仮受け台に使われている H 型鋼は3本置かれていたんだが、実際に置かれていた H 型鋼は、正しい向きである漢字の、い、のように積むいわゆる、井桁状、ではなく、絶対にダメ、と言われている同一方向一列に積んでいたんだ。そのため1本の H 型鋼を抜いて仮受け台の高さを調整するための交換作業中、仮受け台にかかっていた荷重がバランスを崩したんだ。そのため橋桁の重量が偏ったため、橋桁が半回転しながら落ちてしまったんだぜ。確かに作業ミスね。誰か気づく人はいなかったのかしら。実は事故の前兆と思われるような出来事はあったんだ。ジャッキを操作していた作業員は、ジャッキが異常に重い、と発言していたらしい。前兆があったのになぜ誰も指摘しないまま作業が進んでしまったの。それは請負会社である桜田に原因があることが否めないんだ。桜田の工事統括責任者は、橋桁の降下作業の予定を知っていながら当日現場に来ていなかった。また、
工時統括責任者の代理人に至ってもジャッキの設置方法を注意せずに立ち去ってしまい、代理補佐もジャッキを下げる指示だけ出してやはりその場から去ってしまったんだぜ。責任ある立場の人間がことごとく現場から去ってしまったって、どういうことなの？そうなんだ。実際に現場を指揮していたのは二次下請けの職員だった。しかしこの職員自身も1ヶ月前までは事務職をしていて、現場経験や建設の知識、技術はほぼ皆無であったらしい。素人同然の人間に現場監督をやらせていたのね。それだけじゃない。現場を担当していた三次下請けの建設会社は橋桁の仮設工事の契約は初めてだったんだ。ジャッキ操作をしていた4人のうち、2人は飛び職ではあったけど、現場作業に関してはブランクがあったし、橋の仮設工事の経験はなかったんだぜ。残りの2人に関しても数ヶ月前まではメガネの加工販売をしていた人たちで、やはり建築や橋についての知識はなく、ほぼ素人同然だったんだ。つまり現場には知識、経験がある人が全くいなかったのね。そうだぜ、知識、経験がある人が全くいなかったにもかかわらず、重要物のジャッキ効果という危険な作業をしていたんだ。知識がある人がいないんじゃ、事故の直接の原因である H 型鋼の向きを間違えて積んでいても気づかないわけね。危険な作業なのに知識のある人間や経験者がいなかったことについても理由があるんだ。どういうこと？当時広島で行われる予定だったアジア競技大会準備のため、広島市各所で建設工事が行われていて、深刻な人手不足だったらしい。結果的に、熟練した作業員を派遣することができず、現場では頭数だけ揃えた素人同然の作業員が危険な作業をすることになったんだぜ。熟練した作業員がいなかったことによって橋桁が落下するという、凄惨な事故につながったのね。工事の請負が元請け、下請けなど階層構造になっていた上に、施工管理体制にも問題があったんだぜ。本来は絶対に作成する作業計画書はなく、作業者に手順の説明すらも行われていなかった。それだけじゃなく、施工方法についての検討も不十分で、万が一の時のための落下防止策などの備えもなかったんだ。熟練した作業員はいないし、作業計画もずさん、安全管理も不十分だった。起こるべくして起こる事故だったのね。ちなみに橋の下の県道は1日1万5千台の通行がある上に、他に迂回路がなく、通行規制すると交通渋滞が起きると広島市は主張していたんだ。これに広島県警も同意したため、この道路の通行規制をしなかったんだ。ちゃんと規制しておけば少なくとも橋の下には人がいなかったのね。事故後、関係者は業務上過失致死罪で起訴されて、刑事事件として立件されたんだ。広島地方裁判所は1996年3月に現場代理人に禁錮2年6月の実刑、協業工事部長に禁錮2年執行猶予3年、現場代理人補佐に禁錮2年6月執行猶予4年の判決が下ったぜ。しかし現場で実際に作業を監督していた二次下請けの職員は、知識、能力もなく、連絡などの見張り役に過ぎなかった、と過失責任を否定、最終的には無罪になっている。現場から立ち去ってしまった人たちにも責任があるのね。施工業者に対しては、一定期間、国や地方自治体の競争入札に参加できない指名停止や、営業停止などの重い行政処分が課せられたんだ。ちなみに、工事を発注した広島市の刑事責任については問われることはなかったんだ。ただ、事故の遺族が起こした民事訴訟の一審判決では、予見可能性があり、注意義務があった、として、施工業者と共に損害賠償責任があるという判決になったぜ。だけど、広島市が控訴した控訴審で原告側が迅速な裁判を求めて、市に対する請求権を放棄したために、法的拘束力が消滅したんだ。道路を交通規制しなかった広島市と広島県警も悪いと思うわ。事故によって広島市は工事中は交通規制を行わないとした方針を改めて、迂回路を設置して全面通行を止めにして、クレーンで直接設置する工法に変更したんだ。また、この事故をきっかけに全国的に危険が予想される工事現場では交通を遮断するという措置が行われることになっただけでなく、作業員の安全教育が徹底されるようになったぜ。加えて、今回の事故後、事故再発防止対策の一環として安全衛生関連法令の改正も施行されたぜ。絶対に同じ事故が起きてほしくないものね。事故で落下した橋桁は撤去されて、廃棄処分となり、事故現場付近の橋桁は新調された。
また、翌年3月には現場付近となった上安駅南階段下に慰霊碑が建立され、事故が発生した日には毎年、広島市長、副市長、道路交通局長の3人が訪問しているらしい。本来なら防げた事故だっただけに、もう二度と同じ過ちを犯してほしくないわね。というわけで今回の話はここまでだぜ。このチャンネルでは、過去に起こった悲惨な事故や災難から、様々な教訓を得られるような話をしていくから、ぜひチャンネル登録お願いだぜ。この動画がためになったと思ったらグッドボタンを押してくれると嬉しいわ。それでは、ご視聴いただきありがとうございました。